もう日本の風じゃありえないようなワンダーランドな光景が次から次へと襲いかかる。おちょっと CHU はって言ったら彼氏しかしない。おー、 Oh my god。おたかじバカタレはウグイスダニやないかい。はい、久しぶりにウグイスダニ来ましたよ。いや、ウグイスダニといえば66歳の嬢とか入れ歯の嬢とかいろいろ来ましたね。平均年齢60超えてんねん今日もろくな企画やなんや。いや、安心してください。今日はですね、ファーマーさんも大得意の怪人です。いや、バカタレよ外国人も今までよく振り返ったらお前にええことがなかった。イタリア美女とか。そうですね。いや、でも面白い動画やったんで、また久しぶりにちょっと外人行ってみようかなということで。どこの国なの？まあ、ちょっとまだ分かんないです、それは。ナイスティーミーティング。これ高橋ビオリやで、これ。ビオリ、まあビオリですね。うわ、なんかもう居酒屋のいい匂いするな。ちょっと養老の滝寄ってくから俺線路沿いに並ぶ居酒屋って思い出したんですが、パーマンにもわーついたやってる動画にあることないことが空いてたり書いてなかったり何もなかったりしますので。いや、何もなかったらあかんがよろしかったらパーマンにもついたチェックしてください。なんと言いましても、あとチャンネル登録ですね、はい、皆さんチャンネル登録していただきますと、ここの石差し上げますいらないです。いらない。よろしくお願いします。もうついたかな。いや、つきたくないいや、何人とどんなことが待ってんだか。ほな、行ってくるわ。行ってらっしゃい。大丈夫ですか？大丈夫なわけないやろ。いや、どうでした？地獄の海外遠征。おお。たかし、外国人専門店はあかんて。やっぱダメなんですね。いや、いろいろ起きた。もう日本の風じゃありえないようなワンダーランドな光景が次から次へと襲いかかる。おお。まずホテル RU に入ります。普通ピンポンとかコンコンつってジョーが来るでしょ。こっから違う。なんとコンコンって来てガチャって開けたら、まずはドライバーのおっさんが料金だけ取りに来る。決まんですよ、ちょっと。君誰やねんみたいな。あ、どうもありがとうございます。今日は1万2000円になりますので、あ、女の子はこの後はすぐ行きますみたいな。このシステムなんとかならんのかみたいな。よくわからんおっさんにまず今日はなんと50分1万2000円と。おお、なるほど。まあ、おっさんに渡しました。じゃあ失礼します。女の子は、はい、ちょっと待ってって、そっからさらに10分ちょいでジョーが登場しました。微妙と。微妙なんすね。まあ、よく見たら綺麗かな。でもね、パッと見スタイルはめっちゃいい。全身締まりに締まってる。おお。え、誰に似てるのか。誰に似てるかっていうと、皆さんご存知の有名な女優ペネロペ・クルスに似てると。おお、誰でしたっけねまずその前に1個触れておくのが、今日は一体どこの国の。あ、そうですね、はい、気になるんですね。あ、どうもこんにちはとか言いながら、Where from? って言ったらスペインと。おお。それでさっきのスペインの女優ペネロペ・クルスに似てると。おお、ちょっと分かんないですね誰なんですか？ペネロペ・クルスはあの有名なパイレーツ・オブ・カリビアイアンに出てる、ペネロペ・クルスです。おー、あ、じゃあ結構可愛いんじゃないですか。まあね、よく見たら整ってる。で、ボンキはほんまにボンキボン。へー、スタイルは相当いい。ただね、俺が待ってる間にホームページでそのジョーのプロフィールとか写真とかめちゃくちゃ見たの。全く別人です。俺がね、外国人風の鉄板で、まあ 90% の確率でホームページの顔と加工とかいうレベルじゃない別人が来ると。前もなんか黒人来たって言ってましたね。そう、俺大阪で白人のジョーオーダーしたら真っ黒の蒸気だった。全然違う。全然違うやん。って言ったら、そんなことないで。いや、そんなことあるやん。で、俺ね、ちゃんと名前で確認した。君は、ちゃんみたいな。で、合ってるやんな、みたいなこと言ったら、はい、そうだよ、みたいな。いや、怪しいな。ちょっと返事も怪しかった。ないと信じたいけども、このおっちゃん来るやん。最初に料金渡すおっちゃんとのやりとり。ここのやりとりで、蒸を選択してるんじゃないか、みたいな。
おこいつどっけべそうでうるさそうやからまあまあのジョー当てとこみたいな異様に長かったんですぐジョーが来ますって言っててんけどほんま15分ぐらい来んくてだからなんかその間になんかジョー決めてんのちゃうかななるほどスペインちゃんなのって聞いた時にあはいみたいなもう名前とかもう決まってないとかちょっとしたらありえるななるほどだまだまだ地獄の扉を開けたとこだこれもうスルスルとアパレル製品取ってでとりあえずうちまで行ってんけどなかなか向こうは来らんのよであれ一緒にワーシャーじゃないのって私入ってきたからいいと入らないですねなんやねん入ってきたからいいってそういうシステムあんのそんなん言ったもん勝ちやんと思いながらもあだから、うん、入って、うん、入りたかったらどうぞみたいないや俺は一緒に入んのかなみたいなあ私入ってきたからいいあでもねトイレ行ってくるっていやバカだワーシャー入らんけどトイレは入りますその後スタートしますどういうことやねん確かにトイレするけど入らんとこの辺りもちょっとスペインの文化なのかなとりあえず一人でワーシャー入ってもうわーっと軽くって一応まあ A とか全体やって戻ってきましたそしたらようやくスペイン城も下 GI ってなってんけどもここはね見事スタイル抜群推定ね F ぐらいおお針もドカーンって海外特有のなんかパンパンのおおなるほどですねまん丸の1ミリも垂れてないでこっちが腹筋割れてたおおすごい熱いみたいですねチッパキーの鉄バカーンでもここから下シュッとおおなるほど見た瞬間もツルツルやなおーいいですねフリーはめっちゃいいやなただヒョウ柄のラージャブとアンダーをつけてるとああなるほどそれ以上はとりあえずまだいかないのああそうなんですね俺は一人でワーシャー入って全 RA だけど二個はまだ動物柄のお下着をつけてるとでこれどう始まんねんみたいなでね、そそくさともう気づいたら、ペネロペクルスかな。まあなんちゃってやけど、決まりきったようにやっぱローウォーターとラテックス製の帽子を取り出しました。で、ここでまあやっぱりお決まりの帽子付きの F。ああ、なるほどですね。お決まりなのよ、外国人の店って。このパターンやろうなと思ったら、やっぱりそうだった。なるほどマスかもしれない雰囲気出えへんなみたいなあとまだまだ雰囲気を盛り下げる要素とかほんまかなりレアやけど本本に動物柄のラージャブついてますだがしかしなぜかアップルウォッチもつけてて iPhone から全く聞き覚えのない洋楽をボリューム上げながらかけ出すえそれずっとかかってんすかずっとへいやもうなんなんみたいなせめてアップルウォッチ発生よそれも文化なんすねいやこれもスペインなのかなんかもうずっとちょいちょい笑ってた雰囲気出えへんなしかもねこの盤面の上に、はい再生中の曲の字幕とかが出ててもうチラチラ目に入んあーなるほど気に入るなー気になるっすね俺のワンストライクツーボールの先端にラテックス製の帽子をすぐにかぶせお決まりのように帽子付きのパッチョがすぐに始まったとおまあでも帽子はめちゃくちゃいいからおもむろにその推定 F のまん丸トップをわしづかみにこういったったらなあえいやこれ待ってよコツもあかんのみたいなそうなんですねソフトタッチオンリーいつものベロベロできるやつはダメよそうなんですねから俺ほんまにゆっくりスペイン城のエフトとソフトタッチしてたら私ね突っ先いないのいや全然気持ち D の次 D の次ってならないそれは面白くないですねだからもうひたすらソフトタッチおーしかもラーシャブの上からですかいやここは外してくれあーなるほどですね直だけどソフトタッチのみでさらにアンダーも見ました歯がツルツル、はい、旬のマロンエリアはツルツルのピカピカおーいいですねめちゃくちゃ綺麗工場のような旬のマロンゾーンをお持ちになっているとおーなるほど、まあ、あとあと聞いたけどやっぱね今日も脱毛をいったへーやっぱね海外の方っていうのは脱毛でツルツルにしとくそれをキープするのが当たり前みたいな思わずだからダメ元でアンダーも手を伸ばしました旬のマロンの方とって言ったらノーバジンみたいなこっちはソフトタッチすら許してくれな何でもできないじゃないですか俺が無敵艦隊かと今日はちょっといろいろ技出せないですねこれは厳しい編集的には楽
くなんかもしれないですけど。だからもうあと可能なことといえば帽子付きの F ローウォーターハンド、これしかしてこんから、でもさすがに俺の B&B もみじまんじゅう、いやそれ B&B や大昔の漫才の B&B や古いっすね。B はさすがにここは NAME してほしいなと、そしたらOK みたいな。おお、しぶしぶ。ただね、ここも笑ってもうてんけど、俺もやっぱね5、6本チクゲがあるわけです。その5、6本の俺のチクゲを指で押さえて外側に、でその隙間から来る。おお、なるほど。私チクゲ嫌いねって、数本のチクゲもダメと、手で固定してその隙間だけ来るみたいな。ルール厳しすぎるやろ。なんかこう見てると変な感じだ。指4本でこの辺押さえながらスズメが水飲むみたいな。あんまりない動きですもんね。息出えへんなみたいな。でまあその時まあハンドもしてくれてんの、帽子取るみたいな。ハンドだけだったら直でも大丈夫よみたいな。おお、なるほど。あ、じゃあ一回帽子取って直ハンドでプリーズというので、まあ直ハンドもしつつ俺のチクゲ避けながらのNME もやったら、ああ手が疲れたみたいな。おお、そんなも言うてくるんですね。何でも言う。へえ、いや待てよ、カル CHU はこれはどうだと、ちょっと注意かけていいから、ちょっと CHU はって言ったら彼氏しかしない。おお、バカタレ、もう風ですよ。確かに。お仕事ですよ。厳しいですね。厳しいやん。はい、あ、うん、分かった分かったって言いながら、ほっぺ、おでことかにマウスを避けて、CHU、CHU みたいな。ああ、なるほど。軽めに。とにかくじゃあ、ハンドで頼むと、もう一回帽子つけて、F と。これをちょこちょこ繰り返してもらいながら、もう俺ももう早くゴール決めたいなと。もうすんなりエンディング迎えたいな、みたいな。まあ、それしかできないですもんね。できることがむちゃくちゃ少ないから。うん、じゃあ、ハンド、ハンド、F みたいな。ってことで、B、&F 帽子つきながら、そして最後は帽子を取って B& ハンドでダッとパンチ。おー、パンチしたんすね。した。おー、お疲れ様でした。スペイン語で言いました、今。言ってたんですけどね。あ、そう。いやー、なかなかちょっと厳しい戦いでしたね。怖い。これで12,000円は高すぎやろ。あー、まあ確かに最初におっさんが金取りに来るのも嫌やし、前の外人の時も結構なんかいろいろノーノーってもういろいろやった。池袋のイタリア美女の方がもっともっと盛り上がれたよ。あの時オメガベロナールとか。ああ、そうですね、出ましたもんね。今日はねもう何の技も出ません。まあまあ、そんな回もあっていいんじゃないですか。いやー、これが無敵艦隊の強さかと。でまあスペイン領はそそくさと着替えてって、でとにかくね iPhone と Apple Watch の LINE とかの通知音がもうバンバンなんのよ。リリンチャンポロンピロンみたいな。謎の音楽と一緒にね。で俺に「あれ今日火曜日でしょ?」みたいに言ってきて、「今日水曜やで」って、「ああ友達と会うの約束忘れてた」とか言い出して「知らんがな」と。「ほんと水曜日?」「ああ水曜やで」「オーマイガッ」本場のオーマイガーが出たとともにそそくさと帰ってったと。まあそこでも何も起こらずって感じ。友達との約束に遅れて今から行くんかばりの感じで、あっ、だってありがとうね、いいいい、バイバイって感じで、最後の最後まで恐ろしいマイペース。なるほどっすね。じゃあパパさん、僕がお願いします。いや、バカだれ。ペラッペラの内容理由は簡単です。何もできなかったから。まあまあ一応でもまあファンチはできたということで。したけどね、外国人専門の風に行くとこうなるぞっていうのが伝わればいいと思います。スペインの壁は思ったより厚い。